はい、それでは、今からこの日清の、日清さんのこのカップヌードル、これ普通サイズですね、これの、ノーマル、シーフード、あとカレーをこれ3個を 1セットにして何周できるかというのをやります。一応ぶっちゃけ10個ずつの30個用意してあります。果たして僕が何周できるのか、いってきます。はい、で間もなくスタートするんですけれど、ちょっと最初にカップヌードル、スープは今回飲みません。ちょっと塩分がちょっと心配なので、それだけちょっとご了承いただいて、僕が食べるのは麺と具でございます。そんな感じです。はい、はい、じゃあいろいろな方のご協力により準備が整いましたので、こちらでございます。じゃあいきますね、用意スタート。よいしょ、いただきます。開幕。いやこれね、敵は暑さらなんですよ。ちょっと今カウンターで撮らせていただくんで、ちょっとこれ斜めの座り方になっちゃって申し訳ないんですけど、こっちでいいか。1周目の2個目、赤青茶色できますか、赤青黄色できますから、次シーフード、開幕2個目にして早くもめまいがしてる。1周目ラストはカレー、こ
これがね、多分ぶっちぎりでね、難度高いと思うんですよ。なぜならね、あんかけっぽいから冷めない。久々にね、唇がプルプル震えてますよ。これ熱いの一気に入れるとこうなるんですよ。これサインなんです。あー、プルプルする。これは綺麗な。良い子の皆さん絶対真似しないでください。これ結構やばい。で、大体こうなった時はベストのパフォーマンス出してないです。練習も含め高田の方の勝利でよくこうなったんですよね。個人的にはシェフとか一番好きです。
ごめんなさい、どうしましょう、カウンターで結構ひじついちゃうんですよ、ごめんなさい。次の5個ぐらいいただいちゃっていいですか。もうここ並べちゃっていいですか。ちょっと冷ます、お願いします。ごめんなさい、ちょっともう次の冷ましておきます。これちょっと無理だ、熱すぎて。ちょっと本来の食べ方と変わっちゃうんですけど、ごめんなさい、無理だから。このワークベストのパフォーマンス多分引き出せないです、ごめんなさい。置いときます、こうやって寝前がする。あ、これ次のやつか。故にこういうことですね。こうなる感じですね。いやー、きついぞこれ。しゃあ。次のお水いただいてもいいですか。
なんかテトリスっぽくないですか。この水もペットごと、これごともらっちゃっていいですか。すいません、ありがとうございます。だんだん大食い用っぽくなってきましたね。大食いは大体こういうのは常に下に置いてありますから。とりあえずこれ多分3週目の2個目だと思うんですよ。だから7個目だと思います多分。え、違う、8個目？ん？ん？どうだろう。もちろん完全ノーカットの。意外と食べやすかったですね、今。僕何個食べれると思います、皆さん。30は用意したんですけど、もうカレーはほぼほぼもうつゆも込みですね。これおにぎりぶっ込んで食べたくなるのは僕だけじゃないはず。シーフードのツナマヨは僕の中では一番好きな。これで9個食べたのかな。おお、あぶねえ。あぶねえ。こうして。不器用か。
マジで熱い。謎肉1個の破壊力がすごい。世界記録って何個なんですかね。時間もあると思うんですけど、単純に個数だけ言ったら。体に異変が起きてる。ラーメンの対策の全てが入ってるかもしれないです、この動画の中に。口には出さないですけど、これで今、4週目になるのかな。計算が合ってるとすれば11個目、10個目ですか。いつも以上にシュールですね、今回の動画。僕もともとやってるんだそうですね。から超ウルトラガチンコ対策モードでいきます。
氷に参考いただいてもいいですか。氷だけのグラスをしますいきなり唐突に全く関係ない話をしますけど、しますが、4号機のメインは何でした？4号機の名機は何ですか？あなたにとっての。僕は藤子2です。それか後期なんですが、麻雀物語です。僕は大好きでした。ハードボイ、いっぱいあります。いきなりなんだってすみません。ジャグラーの自分の中での名機って何ですか？僕はハッピーです。胸圧演出は何ですか？僕はタイプラ大号です。未だに謎だなって思ってるのは大繁盛本舗って言ったかな。ご存知の方いらっしゃいますかね。ものすごい謎なやつがありました。あれどこだったっけ、バルテックだったかな。演出が謎すぎましたよ。なんでこういう話するか分かりますか？ネタバレしちゃうと気が紛れるんですよ。
一番の名曲って何ですか？いやパチンコパスロって来るんじゃないかもしれないですけど、やっぱバジの甲が忍法帳は来るね。おわおわ忍び魂。ボットの大当たり中も好きですよ。南国育ちの好きですね。吉宗の姫僕かなと思う。何をベラ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 と、本当すいません。ちなみに僕の視界には大花があります、はい、僕もほとんど触らなかったですけど、昔今折り返ししてる。たまにいただける質問があるので、せっかくなのでお答えしたいと思います。バレンティーノロッシ大好きです、はい、
今ので折り返しが終わったのかな。そうっすか。15度こっからが後半戦ですね。30分超えてますね。
関係ないこと言っていいですか、気紛らしたの言っていいですか、ストファイの個人的にすごい好きなのが、強いファンと強いベガが戦ってファンが勝った時、個人的に好きです。面白くてしょうがないです。っていう、
ーメンを食べ続けるっていうのはちょっと大食いような本当あれに似てる感覚がありますね。今更なんですけどちょっと角度上げていいですか。すいません。俺多分だんだん状態になってきたから。取るようになってきたからあれかもわかんないですね。すいません、ありがとうございます。このライアか OK か、ごめんなさい、動かします。Thank you.
プ。
この番組まだやってたんですか？やってます。え、いやーたーですよね。そうっす。いやーわ、この辺来てるんじゃないですか、ミリオンのとこ来てます。え？
Thank you.
うん。